アバシリ湖岸で見たテントさんテントさんテントさんは北海道アバシリ市街地の南西にある標高207メートルの山である国の名称に指定されているアバシリ国定公園に属する山頂には展望台が設置されアバシリ湖やノトロ湖オホーツク海、知床半島やシャリ岳ウナベツタ岳等の知床連山まで望むことができる展望台は無料 展望台に隣接して、おほうつく流氷館、テント山桜公園がある。桜公園にはおおよそ千本のエゾ山マクラがあり、桃色の花を咲かせ花見客を集める。花の見頃である5月には、市民有志の主催で、テント山桜祭りが開催される。山頂には、テント山展望台、おほうつく流氷館、北海道立北方民族博物館、レイクビュースキー場、 フラワーガーデンはな、テント、その他公園施設が整備されているほか、山腹網走海側には、博物館網走監獄があり、テント山一帯が網走市の主要観光地となっている。なお、山頂周辺には、NHK 北見放送局と民間放送のテレビラジオ送信書がある。詳細は、網走送信書を参照。市街地よりテントさんを経由して、 予備と地区を結ぶ北海道道683号大間山公園線が通るほか、国道39号から博物館網走監獄を経由して山頂に至る網走指導店と山線がある。市中心部からは車で約10分程度である。網走駅、網走バスターミナルより、網走バスによって路線バスが運行される。 当期の流氷観光シーズンには、網走流氷観光再標線、オーロラのリバとの間での運行に延長される。網走駅前より、網走刑務所経由で約10分程度である。ありがとうございます。